第3回 AKB48 紅白対抗歌合戦。YouTube をご覧の皆様、渡辺真由です。4月9日に第3回 AKB48 紅白対抗歌合戦の DVD とブルーレイが発売になります。イエーイ。ということでですね、私は第3回 AKB48 紅白対抗歌合戦に出場しまして、今回は人生初めてのキャプテンを務めさせていただきました。赤組キャプテンだったんですけれども、本当にそういうキャプテン的な役割を任せられたことが今までなかったので、最初はどうなることかと思ったんですけれども、赤組のみんながね助けてくれまして、みんなで協力し合って、まあ惜しくも最後はね負けてしまったんですけれども、でもみんなですごく助け合っていい思い出になりました。そして私は今回乃木坂46さんの楽曲「君の名は希望」という曲を歌わせていただきました。この曲はですね、私は本当乃木坂46さんが大好きなんですけれども、その中でもやっぱりこの「君の名は希望」という曲は本当に名曲 で、乃木坂のメンバーの生田絵梨花ちゃんがピアノの伴奏をしてくれて一緒に歌ったんですけれども、本当にもう最高の時間でした。もうすごいやっぱりいくちゃんも本当に何ですかね、すごく時間ない中一緒に練習、本番直前まで一緒に練習してくれて、すごくもう優しくていい子でますます大好きになりました。もう最高に最高に最高のステージになったんじゃないかなと私は、はい、ぜひ皆さん見ていただけたら嬉しいです。私渡辺真由にとっての AKB48 紅白対抗歌合戦とは、その1年間の成長の成果を見せる場所ですね。やっぱり去年も本当に君の名は希望を歌って、その1年の自分の、まあ、全然ですけど、これなんだこの成長の成果を出せるようにと思って一生懸命練習したので、そういう大切な場所でもあり、まあ、みんなでお祭りというか楽しく騒いで盛り上がれるような、そんな大事な行事ではないんじゃないかなと思います。皆さんぜひチェックしてください。